こんにちは、長野インターネット放送局と申します。よろしくお願いします。上田市議に立候補し、見事1位トップですね。そうです。で合格されました。武田さんに来ていただいております。はい、それではちょっと自己紹介をお願いします。はい、武田さしと申します。私今回上田市議選に初めて出馬をいたしまして、初当選をさせていただきました。もともと私中学生の時から実はそういう街づくりだったり、そういうものをやりたいっていうことがあったので、今回本当にようやくスタート地点に立てたっていう思いがありますので、これからが楽しみです。今のお気持ちどうでしょうか？そうですね、正直その何票欲しいなとかそういうものは全く考えてなかったんですよ。ただ本当に一人でも多くの方に自分の思いを知ってもらって、それをその皆さんの思いを託してもらえたらいいなっていう思いで本当に活動をしてきたので、私はやっぱり5年後10年後を見据えて、これからやっていきたいっていう、そのやっぱり未来を見据えたそういう政策が多分皆さんの心に届けられたのかなっていう、その思いでおります。まあ、小さい頃からの夢が今叶ったわけですけども、そういうふうに思ったきっかけっていうのは何かあったんではないかと思うんですけど、そうですね、この辺はどうでしょうか？はい、私もともと一番最初は中学生の時ですね。中学生で進学を迷っている時に、ちょうど仲間たちが、東京から戻ってきたくないなとか、東京行ってからこっちに戻ってきたとして、なんかここで楽しく過ごせるのかなとか暮らせるのかなっていう言葉がその仲間から出てきた時に、私すごくその言葉を聞いて悲しかったんですよ。なるほど。はい、なので私その時に、私本当に地元のこと好きなんだってそこで感じたのと同時に、これから自分が大人になって何ができるかって考えた時に、そういう、中学生の時に思ったんですけど、中学生とかその子供たちにもなんか自分の地域ふるさとを大好きだって思ってもらえるような、そういう街づくりがしていけたらいいなっていう、それがきっかけです。最近こう決意したことって何かあるんでしょうか？決意ですか？はい、そうですね、他の市議会議員さんとか本当に一本でやられてる方も多いんですけれども、私はやっぱりその中でも今自分で事業をしておりまして、そういう部分からやっぱり感じる、リアルにやっぱり感じる思いっていうのがあるので、そういう本当にリアルな直結した思いとか感覚っていうものを今度まちづくりの方に生かしていきたいっていうのがありますね。市議一本じゃなくて経営もやってるっていう意味ではすごくそのリアルに感じるところがあるってことですかね。そうですね、やっぱり経営者っていうか経営する側の気持ちも分かりますし、逆に本当にリアルにお客さんだったり消費者の方とお話しする機会も本当にあるので、そういった部分からやっぱりいろんな視点から物事を考える力っていうのがこれからやっぱり街には大切なのかなっていうのを感じます。まあ立候補しようと決意されたわけですよね。はい、その時にこう前面に出した約束というか、はい、それをちょっと伺いたいですね。はい、まずは一つが上田市は女性議員が少ないので、女性の活躍をもっとできるんだ、女性が活躍できる上田市にしたいって思ったのが一つと、あとはもう一つは私子ども向けのイベントっていうものを開催してきておりまして、上田オリジナル の郷土愛を育む教育っていうものをしていきたいっていうものが二つ目、あとは本当に上田は本当にいろんな魅力があるんですけれども、その中でもサントミューゼご存知ですか？知ってます。はい、本当に素敵な施設なんですけど、まだまだ生かされていない部分というのが本当にありまして、市民が実際に使えないような状況というのがあるので、そういう部分をみんなで考えてもっと市民に使いやすい施設にしたいねっていう部分と、あとは本当にスポーツ、今本当に上田でいうと菅平が本当にラグビーとか、陸上もそうですしサッカーもそうですし本当にメッカになっているので、そういった上田の観光資源っていうかそういう資源を生かして地域の人たちに還元する方はもちろんなんですけど、それ以外の市外の方たちにもそういう魅力を知ってもらおうっていう、そういうことをしていきたいっていう、その3本が柱になっています。市民にとって本当にやっぱ市民のお金が使われている部分もあるので、市民にもう少し還元できて、市民がそれぞれ生き生きと活動できるような施設にしていきたいっていうのが一番ですね。
住みよい社会に作り上げたいっていう、そういう願いがこもってるわけですね。そうですね、本当に一番は私も子供はいないんですけど、はいはい、やっぱり私も子供、自分がもし子供ができたとしたら、はい、自分のふるさとを大切に伝えていってあげたいって思いが一番なので、子どもたちが本当にあこの上田市っていいところなんだって体感まずしてもらえるような、そういう環境をしっかりと整えてあげることが多分私たちの今若い世代にできることだし、若い世代だからこそできることなのかなって思ってます。まあ世の中の情勢変わってきておりまして、まあ、コロナ禍でこっちの方に引っ越している方たちも結構私の周りでも多いんですけど、やっぱりそうなった時にまあネットの環境だったりそういうものをもう少し充実させれば、こっちにいても都会にいるような仕事のスタイルっていうものが確立できるので、そういった部分に関しては本当に新幹線通るっていうその利点を生かしながら県外の方たちにもしっかりと上田の魅力っていうものをリアルタイムに情報発信していかなければいけないのかなっていうのは思います。まあ、情報発信というと今インターネットの時代なんですけども、そういうところでは何か思うところってあるんでしょうか。そうですね、今実際に私市議会議員になる前に、はい、市議会議員の人たちって何の仕事、どういう仕事をしているんだろうっていうのをやっぱりいろいろ調べたんですけど、はいはい、やっぱりそういう部分で情報発信されている方っていうのが、はい、まだやっぱり若い方たちの議員さんが少ないので、はい、いらっしゃらないんですよね。なので情報が結局自分のところに入ってこない現状がありまして、なので私は何ができるかって考えた時に、これからやっぱり上田にもっと若い議員さんたちが増えてほしいなっていう思いがあるので、情報発信を自分からこれまでしてこなかったことを当たり前のような雰囲気になるようにアウトプットしていきたいなっていうふうに思います。平均年齢どのくらいなんですかね。いくつですかね。ちなみに30代が今回3人になったの で女性がもともと3人だったのが5人に増えたので、パーセンテージ的には増えたんですよ。本当に長野市と松本市に比べても女性の議員さんの割合も若手の議員さんの割合も本当に上田ってすごく低くて、まあ、これから5年後10年後を見据えてまあ自分は行動していくに行動していくにあたって、やっぱり若い方たちにも政治って本当に身近なものなんだよっていうことと、あと街づくりって本当にこういうところから実現できるんだっていうことを表現していきたいと思ってます。ミスワイン、はい、だというふうにお聞きしたんですけども、その辺のところちょっと簡単に。はい、本当にワインに、私ワインがもともと本当に好きなんですけど、はい、本当にワインの活動を通して生産者の方の声だったり、実際に販売される方の声だったり、はい、飲食されている方の声だったり、消費者の声というものを本当にいろんな角度からリアルに話を聞いて、すごく本当に長野って素敵なワイナリーさんも多いですし、やっぱり自分がワイン好きでミスワインの活動を通して感じてきた部分っていうのを、これから行政の分野からしっかりと底上げっていうか基盤をしっかりと作っていく、そういう部分でそのワインの活動っていうものをこれからこの地域に還元できたらなっていうふうに思います。長野さんのワインが増えてますよね。本当そうです、本当嬉しくて、はい、なんかもうそれだけでも私本当に一つこの地元の誇りが増えたなっていうものを感じるので、はい、これから私教育を本当にこれからやっていきたいっていう思いがあるので、まだお酒は飲めないですけど子どもたちは、でも、はい、実際にワイナリーさん多いので、例えば畑に行って子どもたちにこういう風に切るんだよっていう体験をしてあげて、それを例えばなんですけど成人式の時に、あ、自分が切ったあそこのブドウを使ったワインなんだって、そこでやっぱり時を経て感じられるっていう、それがワインの魅力だと思うので、そういう部分を自分なりに発信できたらいいなっていうものと、あとは作っていきたいですね、そういう機会を。じゃあ最後に何かアピールしたいことありますでしょうか。アピールですか、はい、本当に上田が大好きで、上田のためにこれから自分のこれまでの経験というものを生かしていきたいと思ってます。ぜひ上田に来て、あ、上田って本当にいい場所なんだなって思ってもらえるような、そんな街づくりをしていきたいと思いますので、これからもぜひ武田幸の活動を見ていただけたらと思います。はい、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。夢に向かって頑張っていただきたいと思います。はい、頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございます。
今これ収録した日が実は御開帳始まった日になるんですけれども、はい、私実は南千歳、長野市内の南千歳って言って長野駅からちょうど5分ぐらいですね歩いて、そこでミニクレープの専門店をやっております、はい、でやっぱりなかなかコロナで県外からもお客さんとかも観光で来れなかったっていう部分もあるので、これからミニクレープで長野を盛り上げようという思いがありますので、ぜひこれ見ている方もちょっと足を運んでいただいて、ちょっと片手にミニクレープ持ちながらぜひ長野市内を散策していただけたら嬉しいなと思います。ここがクレープ屋さんなんですか？そうです。何が今日はおすすめなんでしょうか？今日ですか？この中で一番人気はですね、お子様から大人まで大人気のプリンが。じゃあ奥の方を紹介してください。はい、元プロサッカー選手の店長です。はい、アルバイトリーダーから店長に上がりました、山田です。こんにちは。どうも。こんにちは。美味しそうなクレープがたくさんありますけど、おすすめはどれでしょうか？おすすめはいちごショコラです。ショコラ、はい、おすすめ。これですね。あ、そしてもし長野インターネット放送局の番組を見たと言ってくれれば、はい、どうしましょう？あ、じゃあ10個以上お買い上げの方に1個プレゼントで。なるほど、ありがとうございます。はい、10個ペロリですよ。本当に10個はペロリンチョですよ。本当に。あ、そうですか。はい、ぜひこんなに種類あるんで。はい、まあこれ次世代型クレープということで、特徴的にはどんなことを言えるんでしょうか？本当に一口で食べれる。ぜひお待ちしてます。米澤さんもおすすめです。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。今日はありがとうございます。